はい、こんにちは、のたです。今回は、新ラスボスの、ストーリー、新たに追加されているストーリーを見ていきたいと思います。んで、ハードでやろうかと思っております。で、ハードで何度も練習してたんですよね。でも、本当にいろいろなことがあった。聞いてほしい、これはちょっと。まずはね、このモモリを使ってハードをクリアしたくて、で、モモリ、カロンとか、モモリ、ミスチェーンとか、まあ、結局、このモモリを加えることによって難易度が爆増して、全然勝てなかったんですよ、ハードで。で、そこから、あ、これモモリダメだな、無理だな、俺には、ってなって、で、そして、で、このフーズに着眼して、で、フーズヘインで、で、フーズってね、実はね、結構ね、アタッカーにもなれるんですよ、この人。ピシャピシャとか、ウサギ人形の活躍で、意外とアタッカーになれたりするんですけど、ちょっとパワーが足りなくて、結局ダメだったと。今日、木を狙ってね、動画映えするね。間違えた。フーズアタッカーとかやってみたんですけど、全然ダメで、通用しなくて。で、最終的にね、もういろいろやったんですけど、一番結局成績が良かったのは、これなんですよ。本当にいろいろなことがあった。カロンミスチェーンのによるデバフ軸。これが一番だった。これでいきたいと思います。本当にもうね、ああでもない、こうでもない、言いながらやった。でね、この希望？プレイモードを希望にして練習してたんですよ。これやってたら死んでも復活できるんで、補助輪、いわゆる補助輪なんですけど、何これ？あ、これストーリーモードか。補助輪をつけて練習してました。というわけで、これでいこう。今回はこれでいこうと思います。でもやりすぎてもうね、スキン買っちゃった。買いちゃった。クレジットが溜まって。じゃあとりあえず飛ばしていくか。ここでね、シャドウピラーが欲しかったんだけど、これ取ってみるかなって感じだな。で、はい、というわけでジョイを加入しましたと。カロンのスキルが自由なので選択肢を広げるためにお家を上げて、ここで一応話しておこうかな。一応な。カロンとイリアの相性がいいんですけど、イリアカロンだと道中がちょっと不安定なんですよね。おっと、ストーリーが挟まってしまった。できればイリアは3人目か4人目に欲しいっていう、マジ運任せなんですけど、まあ最悪いなくてもなんとかなるはずなんですけど、まあ。イリア、このデバフ運用のイリアって霜付与できればいいんで、あんまいらないんですよ、スキルが。だから4人目がベストなんじゃないかと思うんですよね。で、何度も言うけど、最初から入れると道中が安定しなくて、スケールを取れる、スケーリングが取れるイベントが取れなくて、取りづらくて、って感じかな。これ呪われてんだよな。あ、セルか。はい、ボス前までやってまいりました。今回はちょっと、カロンのスキルがいまいち取れてなくてですね、妥協してるスキルばっかになってますね。で、今回のボスは、ちょっと、特殊ボスっすね。森の剣を取得したってことは、
サーホルグっていうのが出てきて、これイベントストーリー進めていくと、こういう、こいつが出てくるようになるんですね。2番目のステージのボスで。で、神 BGM が始まって、で、最初に 80% のダメージを食らいます、これ。これを、これどうにかし、どげんかせんといかんくて、まず。と、メラメラが、ああ、あれを固定にしてね。このまずこれ加速ですね。とりあえず加速ですね。治癒光線をすることで驚く草が右に移動し、これ敵につけといて、リサイクルしちゃっていいか。この急行を使い、そっからのズタキサで積もと。これを使う、手、メラメラ状態で使うことのように回復します。あ、間違えた。あ、ちょっと待って。俺、頭のてっぺんから足の爪先まで今使おうとしてたんだけど、あれいきなりミスっていく。いきなりミスっていく。ここでブーメランを使い、この草の盾を移動します。はい。移動しまして、ここでね、頭のてっぺんから足の爪先までを使うことにより、回復していくんですね、これが。で、ここは火遊びで積むと。で、これ以上やることないですね。ここもあるし。これこっちに来るんですけど、こっちに、この、サフログっていうのはこの草の驚く草があるところにアタックをしてくるんですけども、もうメラメラによって回復ゲージを保護されてるんで、この緑ゲージは減りませんね。はい、ここ水熟スモークで積もうと。この人にアタック来ないから、これかけとこう。次のドローがいいの来てほしいですけどね、これね。ホコリをはたいていくか。広がる闇は、ちょっとこれは、ここで締めたい。ここで締めて、そうすると、この森の剣が湧いてきまして、この森の剣を倒さないと、サーホルグ本体にダメージが入らなくて、で、ここは広がる闇をしていきたい。で、航路がないやんけ。まあ、これで、カロンに来る、OK?攻め、ほこりをはたく、きたほこりをはたく、きたな。まあでもこれ冷静にやってれば、絶対敵がこっちに来るっていうのが分かってるんで、出血してたら終わってた。あれ、これ次カロンに来る？ちょっとまずい。ここでカロンに来るのはまずい。バリア入ります。
危ねえ。ここでズタズタに切り裂いていく。あったな。勝ちましたね。あ、負けました。ちょっと待って、ちょっと待って。肝心なことを忘れていた。こいつを倒さないと、こいつを倒さないといけない。危ない、危ない。危ない、危ない。そういうわけでね、やっぱね、まだまだね、もうガバガバっすね。ガバガバ、なんとか、なんとか助けられた。運に。もうこいつを倒すことにより、こいつ倒すことにより、森の剣が新森の剣になり、これがワースですね。うん。これが強い。非常に新鮮で非常に強い。カットかな。ここからカットか。特にないかな。この救いの鐘結構強かったりするんだよね。これとこれ合成するか。なんそう。これあんま合成したくないっすね。結構シナジーあるんで、これちょっと合成しなくていいか。さあ、重要な4人目なんですが、ここでイリアが来てくれると非常に美味しいのだが、いない!いや、しかもちょっと微妙なやつしかいねえ。うわ、これ大丈夫かな?わかん、まず、ミスチェーンが、頭のなんとかからなんとか先まであるんで、で、ジョイもいて、で、回復は十分で、なので、フーズはもういらなくて、フレッセルもいらなくて、じゃあ、ヨハンかシルバースタインかなんだけど、正直微妙すぎる。まあ、シルスタかな、ここは。これ、シルスタ行くわ。ちょっと、これは、まあ、でもな、まあ、ちょっともう、腕次第、僕のプレイングにかかっている、いけるかな。シルスタを、氷結グレネードとか、なんとかのマナとか使って、サポート役にしようかなと。あ、なんだこれ。スルーワースターに全然使ったことない。何これ。まあ、これ無難に強いか。雑魚狩りに使えるかな。できるかな。このショットガンって微妙じゃないですか。挑発状態のターゲットに5の追加ダメージ、そしたら潮田サインの追加攻撃で全体攻撃でダメージじゃないの。全体攻撃になるの。イージックスモーク。てかカロンのスキルがさっきから微妙すぎてな、キーパーツが揃わないんですよね。火遊びももう過剰だし、まあここショットガンか。衰弱スモークもいいけど、衰弱スモークもいいけど、回復が足りてない、回復スキルが足りてないんで、こう妥協でする、バスタインのショットガンか。これいつも思うけどだけどさ、強化効果一つにつきダメージが 4% アップってさ、これシナジーの、なんでシナジーのジョイなんだろう。ジョイって、我々に強化効果与えるスキルなんてあったっけ?ああ、これソーストですかね。ソウルストライクは取れてるんですけどね。これ合成するか。
ちか。オッケー。ちょっとこれカロンレベル5もある。 あのね、集中侵食みたいな技が欲しいんですよね。なんだったっけ？いや、集中侵食で合ってる。集中侵食が欲しくて。なんとかソウルストライカーをもぎ取ったんだけど、集中侵食がないとね、ちょっとこう、縛りが悪い。でももうカロンレベル5はちょっとありえん。もう5まで上げるのはね、ありえない。シルスタのスキルも欲しい。ここまで来た。あ、でも、ジョイの回復も充実させたい。これ、ジョイ一回あげる？ジョイ一回あげるわ。これでだいぶ、締まった。これでだいぶ締まったと思う。いい感じ。あ、あとは頑張る。あとは頑張る。あと、シルスタの氷結グレネードが、来ないと、シルスタを採用した意味がないって感じかな。でも、シルスタスタイルのレベル上げるんだったら、カロンのレベル上げた方がよくないって感じもする。あー、もうダメだ。わからん。よし、OK。はい、ラスボスの手前までやってまいりました。今回、かなり順調だって言いたいところ だったんですけど、ラスボスの手前でシルバーシュタインとジョイが死にまして、で、この太陽と月と星の能力が発動できなくて、ヒロイク装備に進化できなかったんですね。これが進化できていれば、かなり装備がものすごいことになってたんですけど、しかも最弱ボスのカライラーに二人死んでまして、これ終わってますね。しかもここでネックレスを使い忘れたことにより、体力回復するのがめんどくさいことになりましたね。これ最悪のプレイングですね、今の。はあ、これネックレス使わないと何の、俺は、もうさ、さ、さ、まあ、とにかく最悪ですね、これ。終わりですね、これ。これかな。回復いらないんで、これどうします？なんかな？これいらないかな？これは弱い。これはあんま強くないかな。まあ、いいか。紫装備よりは強いか。未だにブーメランがあるっていうのがそもそもやばいよな。パン使って回復するしかないですね。いや、黄金のパンにできたから。てか、お金全然ねえなー。うわ、しかも鍵4個も残ってるし、もったいなー。あ、お金手に入った。ギリギリ1000、いや、だから1000、1000。あー、すごい中途半端だ、これ。ああ、ネックレスを使ってないことにより、これかなり痛いですね、これ。黄金のパン買う必要あるか？これ。痛い。もうほんと、ワンミスが命取り。5億回くらい見てます。これが1000、でも、あんま強くない。じゃあ、シャドウ、シャドウ欲しい。
シャドウ欲しくね？まあいいや。うわぁ、鍵4個もったいね。そう、これスキルいきます。これ。どうしても欲しいものがある。もうやば、運悪すぎるな、これ。これ、これ氷結ですね。これも、でもね、なくてもなんとかなってる、じゃなってる。集中侵食がないんですけど、なんとかなってるっちゃなってるんですよね、道中。これもうロリポップ言っていい？装備は結構もういいんで、ちょっと、最後まで集中侵食来なかった！これひどいな。てか、さっきとスキルが同じじゃないか、出てるスキルが。これマヒダーズじゃない？あ、エンジンバー。バーナー欲しい、これ。デバフが足りてないんで、バーナー欲しい。マヒダもいい。マヒダ欲しい。でも、氷結グレネード取ったんで、氷結グレネード取ってるから、ここは、あ、ソウルストライクも欲しい。もうここソウルストライク2つありだな。これソウルストライクいきます、これ。いや、本当に？いや、ここソウルストライクいきます、これ。足りない。最後まで集中侵食が来ない。で、ここでエンジンバーナーを取っていく。追撃いらないかな。いい、強いけどね。魂の烙印腐りません？いや、でもね、ボス戦は使えるんだよ。いい感じに圧縮できたかな。なんとか、集中侵食なくても、でも道中結構行けてたんで、え？まあ、これシルバースタインにあげようかな。で、レベルが、まあ、ドローかな。まずはドロー。転びきた。で、ここで、カロンのレベルを1上げたい。いや、でも別に大丈夫なんだけど、スキルがね、10種類ぐらいしかなくて、こんだけね、スキル習得をやって、何度も 5の選択をやっているのにかかわらず、最後まで集中侵食が来ませんでした。何なんですか、これは。ちょっと呪われてますね、これ。別にあってもいいか、これ。ほぼないようなもんだけど。っていう肝心のね、このパン問題。パンを、これ、最速でこれ回復しないと。あ、ついでに読むか。シューパースタインついてこなかったからね。はえー、俺は暴力団の一員だった。俺の組織、ワイルド化にも表向き会社の形を取っているけど、実際にただのゴロ付きの集めなんだ。はえー。結構やばいっすね。普通の社会人かと思ったけど、階層見てる感じ。拳で。
なるほどね。そうだね、できそう。肝っ玉がでかすぎる。肝っ玉がでかすぎるよ、この人、この娘。はあ、主張してくるこの鍵かける2。もっと使っておいた方が良かったんじゃないかというこの鍵かける2が主張してくる俺を。